はい、どうもこんにちは、エンジン太郎です。今回加工するのはいよいよカムシャフト周り進めようと思うんですが、まずベアリングが、カムベアリングの入る、ハウジングの部分ですね。まあ図で言うとこれ、この部分、こののとこののとこのの、これは3つ作りますね。これとこれはサイズ違いです。こんな感じで3種類の5個作っていきます。まずこれを作るためにジグを先に作ります。まあいつものことですね。こんな感じのジグです。構成部品は3つでできてます。土台と1、2目用土台と、こっちが1ギメ用の丸っこいので、こっちが固定用の丸っこいのですね。と、まあまずはこちらから作っていきます。これは素材は鉄使ってきます。フラットバーは4号C、他はまあなんかその辺にあるやつで適当に使います。では始めていきます。まずはノコバンでフラットバー切ってきますね。まず最初にノコバンで切った部分がギザギザしているので、そこをきれいにしていきます。片方終わったので反対側も同じようにやっていきますね。中央に18ミリの穴、それで両端にと 4.23 ミリ、まあこの場合 4.2 ミリで M5 のタップですね。基本通りセンタードリルから進めていきます。そしたら 4.2 ミリで穴開けです。あとはタップですね。これで今16ミリ開いて、これを18ミリまで拡大と。これで18ほぼジャストのはずなので、ちょっとオーバーしたけど、まあ 0.02 なら許容範囲かな。05か、まあいいですね。まだ細かい面取りとかやってないですが、とりあえず形にはなりましたね。あと面取りやったらこの部品は終わりです。じゃああとは旋盤作業ですね。まずは材料をセットしていきます。材料はシャフトの余りなんですが、多分4号 C だと思います。
この辺でだいたいベアリングと同じ寸法ですね。これでジグにセットできる18ミリちょうどになりました。この後は突っ切りで切り離していきますが、やはり何度やっても苦手ですね、これは。はい、ここまでできたので、あとこっちの面取り、断面きれいにして面取りすれば終わりですね。まあそこは精度あんまりいらない場所なので、結構適当にやっちゃいます。はい、これで1決め用のピンですね。これが完成しました。よし。よいしょ。まあ、スムーズに入るというところですね。これで1行1決めができます。残りの固定用金具も作っていきます。切りバイト折れちゃいました。もうこのホルダーダメですね。何回も修理したんですが、ここら辺が限界かな。気を取り直して別の突っ切りに付け替えて作業を続けていきます。はい、突っ切り終わりと、あとはザグリ穴と面取りですね。座繰りを入れたんで、ボルトもちゃんと頭出っ張らないで出来上がりますね。よし、ではこの2つを合体させますね。土台側できましたね。それでこの押さえ用金具があるので、まあここのネジがはまるようになってます。これでギュッと押さえることができますね。では本体となるアルミの材料の切り出し始めていきます。確か切削性のいいアルミ買ったはずですけどね。でカットと、ここで切れば63ミリ残る。2個分と3個分を同時に取ればいいか。よし、これでいけるね。じゃあまたガチャの子の小判使って削って取ってきます。はい、旋盤にセットできたので、まず削っていきます。
し、ぴったり、あとは突っ切りで切り離して最初の1個目の部品旋盤作業終わりとなります。ここから先は同じような部品が続きます。まずはドリルで下穴を開けて内径をベアリングがぴったり入るように削っていきます。今掴んでるアルミ材で2個取るので表と裏順繰りにやっていくことになりますね。これでベアリングがぴったり入るようになりました。あとは同じような作業を残り3個分やっていきます。最後に突っ切りで切り離して1セット分の作業は完了です。これを2セットやりました。今回は、機械を結構行ったり来たりしますね。旋盤今終わったところで、次フライス、次また旋盤、CNC という順番になります。ではフライス作業に移っていきます。はい、フライスで行う作業ですが、こことここの高さが違うような感じで平行にしていくことが、平行にした上で寸法をきちんと揃えていきます。まあこれでしたら 23mm、 この3つは 28mm で、これは14、15だったかな、図面に合わせて削っていきます。とりあえずは 23mm、 1個目できましたね。あとは 28mm を3個作って、この3個ですね、 14mm を1個ですね。じゃあ進めていきます。はい、3種類の5個の部品ですね。この工程終わりました。旋盤工程ではこの最初に作ったジグ使っていきます。はい、次の工程ではこのジグ使っていくので、このジグを旋盤にセットしてセンター出していきます。
これでセンターが出たのでこいつをセットして削っていきます。はい、次はこの1段えぐれてる部分ですね。ここを 29mm、 直径 29mm で作ってきます。縁耳は 4mm 残しですね、両側とも。この外形に関して言えばそこまで厳密にやる必要はないので、むしろ痩せるより太い方が状況としてはいいので、これで OK です。で 4.09、4.04、 約 4mm でここは仕上がればいいので OK ですね。残り3個もどんどん加工していきます。はい、最後の1個、一番幅の狭いやつやってきます。ここもまあ別に精度がいる場所ではないので、よし、きれいにいったね、とりあえず。はい、図面通りにこのボビン状のものが4個、サイズ違い、こんな感じで4つできました。それと端っこのキャップですね。ではここから先 CNC での作業となります。CNC の加工はまだ慣れていないので、一度ケミカルウッドでテストしてみます。特に問題がなかったので本番の加工を始めていきます。よいしょ、最初に作ったジグセットしていきます。ジグの仮止めが終わったら水平出しとセンター出しをやっていきます。この辺は汎用機でも CNC でも同じですね。これで芯出ましたね。中心に揃ったので、でセットして、まあいい感じでできたと思います。反対側の加工はジグに作ったネジ穴に最初に作った穴をネジで固定して
1煮目をしていきます。はい、CNC 作業も終わってこんな感じでできました。はい、合計3種類5個ですね。あと仕上げはここですね。ここの部分を平らに取れば終わりです。はい、まずジグにセットしますね。このジグにセットとした時点で、もうほぼ水平が出てるんですよね。まあこのまま締め込んでいけば OK です。まあ固定これだけでもいけると思うんですが、念のために一応固定具使ってがっちり固定しておきますね。ここは。NC で、CNC で削った目安の部分ですね。目安のこの平ら。これが消えるか消えないかぐらいでいいですね。少し余白はあるので、完全に消えるとこまでいかなくても大丈夫です。はい、平らな分できました。では仮組みをしていきます。一番こっちにこれがついて、でこの間にこれらがみんなついて、で最後にこいつと。実際組み立てるとなったらカムシャフトを入れた状態でやっていかなきゃかな。これはしめ込まないでちょっとカパカパにしときますね。必ず上盤の上で組んで、実際組むときにはシャフト、ダミーのシャフト通すなりなんなりしとかないとダメですね。そういう意味では組み立てが大変ですね。これは加工できることを優先して組み立てを後回しにした結果ですね。結構カパカパですね。はい、ヘッドカバーできました。やっぱ部品数増やすのはあんまり得策ではないですが、仕方ないですね。ではここに乗っかると、こいつが。よし、これで OK。 いい感じにいったんじゃないかな。
次は一応カムシャフトの予定で進めていこうと思います。どうもご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。